まさかね、最後に1曲披露させていただけるとは思っておらず、ちょっとね、また暗いが平穏の音楽、平穏の音楽です。そうです、なんとですね、あともう少しで4時になるんですけども、はい、このおしゃれな曲が流れてわざとですか、本当にわざとだでしたね。まあね、もうすぐでね、4時になるんですけど、4時でこのね、吉海秋のバラ祭り2020は、はい、終了となるんですけども、はい、私たちはね、改めてリメージしたいんですけども、1日総合司会を務めさせていただきました。皆さんね、本当に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。いや、私たちもね、初の総合司会でめちゃくちゃ緊張してたんですけど、最後のよさこいがすごかった。すごかったです。ありがとうございます。あのね、大盛り上がりすぎて、この後に私たち一曲やるのか大丈夫かなって。よさこいってね、楽しいんですよ。私去年ダイヤモンドダイニングっていう DD よさこいチームっていうチームでね、ボーカルさせてもらってて、おー、ありがとう。歌ってもらってて、歌ってもらってね、踊ったりもしてたんでね、懐かしい。あ、私もね、踊りたかったな、今年と思って、カードの影響で。なるほどね、悲しい、悲しいよ。来年もまたあるから。そうだね、踊れる機会やったら、私高知出身なんですけど、この愛媛出身のね、3人にもちょっとよさこいの良さを教えて、みんなで一緒に踊りたいなと思います。今日踊れる曲なんかなかった？音よ、いっぱい言ってたよ、なんかこの曲はね、あったらしいです。ぜひまたグリーンとのね、コラボの曲とか。あー、これはね、本当にコーチのよさこいでも最後にね、いや、もう本当にね、また次回ね、一緒にやれることがあったら、自分も参入してきたらいいよ。やりたい。さあ、今日はですね、バラ祭り、もう4時になるのかな、終了となるんですけども、このバラ公園はですね、世界各地のバラが400種類、3500株植えられておりまして、5月中旬から12月末までが見頃となっております。まだあるね。そうなんです。ただしですね、今年は10月に入って少し気温が下がって、開花が遅れてるんですけども、なんと11月、今11月1日なんですね、はい、例年より長く楽しめるんです。おー、なるほど。そうなんです。ですので、ここのね、バラ公園はいつでも入園無料、そして年中無休ですので、また皆さんぜひ遊びに来ていただいて、またね、5月中旬の開花頃にまたこういうね、バラ祭りをね、開催して、で、また私たちリメディが総合司会をして、その頃にはちょっともうちょっとね、進化できているように、私たちも技術を磨いて頑張りましょう。皆さん、今日はね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。時刻がね、4時になりましたので、ただいまをもって、吉海秋のバラ祭り2020の全ての内容を終了いたします。ご来場いただいた皆さん、本当に今日は最後までありがとうございました。ありがとうございました。この後ですね、終了となるんですけども、この後ブースごともね、もう一回らしいですよ。もう一回らしいですよ、みんよ。もう一回、おかわり。はい、吉海バラ公園は県内最大級のバラ園と自負しております。次はぜひ春のバラ公園にもご来場いただければ大変嬉しく思います。それでは皆様、またお会いしましょう。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。またね、今日リメリーっていう名前を覚えて、またこれからもリメリーの応援をしてくれると嬉しいです。皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。